では早速参りましょう。最初のコーナーです。これを見て地元の情報通になろう、地元通のコーナーをお送りしていきます。まずは前半の3本お届けいたしましょう。それではどうぞ。そばを家庭で手軽に作ってもらおうと、手打ちで年越しそばと題したそば打ち教室が宮崎市の赤江公民館で行われました。この教室は赤江公民館の主催講座として行われ、この日はそば打ちを10年以上研究している荒瀬五郎さんを講師に迎え、そば粉と中力粉を使った二八そばを作りました。はじめにそば打ちの概要について説明を受け、講師のお手本を見学した後、実際に自分たちの手でそば打ちに挑戦。そば粉に水を加えた生地をこねたり伸ばしたり、手際よく作業を進めていきました。麺を切る作業では太さを揃えて切ることに苦労しながらも、講師の手ほどきを受けて立派な手打ちそばが完成しました。そば打ちの実習を終えた参加者は、講師の荒瀬さんが打ったそばを試食し、美味しそうに味わっていました。とっても楽しかったです、はい、初めての体験だもんだから何もかもか新鮮でした。こね方とかそばの切り方とかですね、非常に勉強になりました。分かりやすかったです。すごく参考になりました。年越しに家族のために作ってみたいです。そば打ちの技術を学んだ参加者の皆さん、今年の年末は自家製の年越しそばを家族や親戚に振る舞うのが楽しみですね。サイトバル古墳群のイベント広場で菜の花の植え付け作業が行われ、サイト市民などボランティアおよそ500人が参加しました。この取り組みは市民が主役のまちづくりの推進や、サイト市を訪れた人たちに春の景色を楽しんでもらうことなどを目的にサイト市が実施していて、今年で30回目の開催となりました。作業はおよそ6ヘクタールの畑に作られた溝に菜の花の苗を手作業で植えていきます。その数なんと30万本。参加者たちはみんなで協力して作業を進め、2時間ほどで苗の植え付けを終えました。作業後には西都市地域婦人連絡協議会のメンバーによる地どれの食材がふんだんに使われた豚汁の振る舞いがあり、参加者たちは冷えた体を温め作業の疲れを癒していました。ああ、西都育ちでよかった自分なりにいっぱい植えれたことがよかったと思います。体が温まる。チャウスバル小学校の緑の少年団として毎年この菜の花植えには参加させてもらっています。子どもたちにとっては、まあ、ふるさとのこういう、こう自然を守ったり、ふるさとをま飾る花を植える活動に参加できることはですね、大変ありがたい体験だと思っています。この日植えられた菜の花は来年の3月下旬から4月上旬に見ごろを迎える予定です。桜と菜の花が咲く春が今から待ち遠しいですね。新富町の水代運動広場相撲場では、九州各県対抗少年相撲大会が行われ、沖縄県を除く九州7県から16チーム200人を超える小中学生が参加しました。この大会は2010年に発生した校庭域被害からの復興を願い始まった大会で、九州各県の少年相撲クラブなどが集まり、2日間にわたって稽古の成果を試します。大会初日のこの日は団体戦の予選が行われ、性別も体格も関係なしに力強く相手にぶつかる迫力ある取り組みが次々と繰り広げられました。またこの大会は大相撲道の区部屋の新富合宿に合わせて行われていて、会場では多くの現役力士が来場者との交流を楽しむ姿も見られました。10回目の節目を迎えた相撲大会、この日参加した子どもたちの中から未来の横綱が誕生するかもしれませんね。では
あ前半の3本振り返っていきましょう。はい、手打ちで年越しそばということですけれども、うん、やっぱりね毎年食べるじゃないですか年越しそば、そうですね、行ってみたくないですか。いや、やってみたいですよね。で、今回講師を務めた荒瀬さんはですね、赤江公民館で自主グループこの花そば会というのを作っていて、毎月1回そば打ち教室を開いているということなので、まあ、興味がある方はそちらの方にもぜひねご参加していただければと思います。はい、一度やったらちょっとハマりそうですよ ね、 これね、奥深そう。はい、ぜひともねチャレンジしてみてください。さあ、そしてサイトバル古墳群での菜の花の植え付けということでね、苗の植え付けですが、はい、ボランティアの手でああやって一本一本一株一株植えられてるんですね。その数なんと30万本、びっくりですね。確かにもうなんか勝手に咲いてると思ってましたもん。そうですよ ね、 咲いてる状態を見に行くことはあっても、はい、ね、こうやってねやってるっていうの知らなかったですね。ありがたいですね。毎年ねこのボランティアの方々が植えているということですが、はい、見ごろは来年の3月下旬から4月上旬ということで、楽しみに待ちたいと思います。そしてその時にはこの手で植えてくださった皆さんのこともちょっと思い出してね、見たいと思います。はい、さあ、そして少年相撲大会ですけれども、いかがでしたか。はい、いや、あの沖縄県を除く九州7県から200人を超える子どもたちが、そんなに相撲を頑張ってるお友達が、子どもたちがいるんだと思ってちょっとびっくりしました、ね、将来の横綱、九州から宮崎から日本人の横綱がね、とりあえずもっと出てほしいなって思いますね。そうですよね、増えるといいですよね。こっから出てきたら本当嬉しいですよね。うわ、ちょっとこれ楽しみですね。みんな頑張ってくださいね、はい、以上お送りしました地元の前半でした。